閉めよう。服閉める？うん。でもまだ質問あるよ。あるの？ああいうじゃん。これはね、僕もちょっと気になるな。くずはくんは吸血鬼なので長寿ですが、今までかなえくんと似たような人と出会ったことはありますか？あります。え、どんな人よ？いつ？あるけど、性格は全然ない。ああ、見た目？なんだろう。雰囲気、雰囲気、雰囲気。覚えてないわ。まあでも、そんだけ生きてると昔のこと忘れちゃったりするよな。うん。僕だったら覚えてられる自信ないもん。100年、100年だっけ、100年とか生きてたら。なんで一人一人覚えてないですよ。まあそりゃそうね。お前、物覚え悪いっしょ。忘れちゃいそう、新しいものが入ってくることによって。まあ、そんな感じで、黒田さん、質問これで大体消化したかな。